はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。本日はちょっとね、前にも一回動画を上げたんですけども、まあよく流行ってる配置がありますよね。これね、今日こそはちょっとこれ決定版としてね、皆さんにお送りしたいというふうに思って今動画撮ってます。こういう配置、4つのね、こういう大きな枠があって、で、そこにこう主要な施設がね、こう固まっているような、こういう配置。まあ、タウンホールで、ね、11から12でよく見かけると思うんですけども、これね、多分苦戦する人がまあまあ多いんじゃないかなと思う中で、今回ね、もう決定版が出ましたんで、私あんまね、断言するのって好きじゃないんですけど、今回ばかりはもう断言しようと思いますね。これで攻略できるというふうに言い切れると思います。ちょっとね、要素を、まあ、エッセンスをね、お話したいと思うんですけども、まず、この配置の弱点っていうのは、今、ライドラがこう暴れてるのをね、見て分かる通り、施設がね、どうしてもこの外周側に集中しやすいんですよ。なんで、ライドラっていうのが、まずこの配置で、サイドカットをするのにはものすごい便利です。で、こういう風にね、ライドラでサイドカットをしてから、ヒーロー部隊をね、まずこう突っ込んでいくんですけども、まず、やっておくべきは、まあ、というか、まあ、攻め方ですよね。攻め方は簡単に言うと、ヒーローを使った、まあ、ゴルが入ってもいいかもしれませんけどね、ホグライダーです。ホグライダーで潰す。もうこれですね。これに限ります。で、まずやるべきことはね、今ちょっと見過ごしたかもしれませんが、イーグル砲を潰しましたよね。イーグル砲を潰すこと、相手のヒーローを潰すこと、防衛援軍を潰すこと。これをね、まず意識してやるべきですね。で、まあ、優先順位的には、まあ、私はまずはね、やっぱり相手のヒーローと防衛軍が最優先だと思いますね。それをやりながら、あとはこう、なんていうのかな、イーグル砲を狙っていく。まあ、イーグル砲ってね、やっぱりこのホグライダーに対して、その範囲攻撃でガンガンとね、削ってくるので、それが鬱陶しいんですよね。まあ、そうさせないために、イーグル砲っていうのは、防衛軍とヒーローの次に、こう、優先順位がね、高いんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、それが概略なんですけども、具体的な攻め方の話をすると、こういう配置ってね、おそらくこのどっかにね、こうイーグル砲がこうあったりするわけですよね。なんで、そこから入っていって、まあ、ヒーローって大体真ん中ら辺にいたりするんで、それを、イーグル砲と合わせて、まあ、ヒーロー部隊で潰していくということですね。で、それをするためのサイドカットは結構ね、広く必要なんで、もうライドラを使うっていうのがベターですね。やっていく。だから要はライドラでサイドカットしながらヒーロー部隊を、イーグル砲のある枠、ヒーローかな、のある、方向に進ませていく。で、この枠の中にイーグル砲がある場合はね、ヒーローとイーグル砲、いっぺんに処理するために、まあ、そこにこう通していくっていうのがベターですね。で、今言ったね、ヒーロー、防衛軍、イーグル砲を破壊できたら、まあ真ん中にこうユニットが入ってる前提ですけど、結構綺麗なこう、くの字が出来上がるんでね、そのくの字を、ホグライトで回していくと。もうこれだけですね。これだけ。で、ちょっとまたね、変わったというか、まあ、こんなようなね、形で、相手のヒーローや、イーグル砲が中心にある場合、これはね、もっと簡単ですね。まあ、簡単って言っちゃ失礼なんですけども、まあ、シャントラーさんが結構うまいんですけどね、こういうの本当に。どんな配置でも、どんな攻め方でも、うまく刺していくんで。で、今、さっきも言ったようにね、やっぱライドラが刺さるんですよ。もうサイドカートにはライドラですね。どんどんライドラを使っていって、で、ここ、もうこの枠の中にね、ユニットを突っ込ませていこうという意図が見えますよね。で、突っ込ませていってから、イーグル砲とここにいるヒーローを、突っ込ましたね、このヒーロー部隊で潰していこうと。で、潰していって、あとは出来上がったね、おそらくこういうね、L 字が出来上がるんですよ。出来上がった L 字に対して、ホグライドを回していくという、もう意図がわかりますね。で、もうその通りに進んでます。しっかりね、ボーラーに乗せた、アチャクイだったりとか、ボーラーじゃない、レイジカに乗せたアチャクイだったり、ボーラーがこう暴れまくってね、今はもうイーグル砲とヒーローの捕獲に向かっていきますね。で、その間にしっかりと相手の防衛軍はアチャクイで処理と。で、これイーグル砲とアチャクイが処理できたところら辺で、一気にホグライダーが始まりますね。で、アチャクイと、ボーラー部隊はね、そのままどんどん中に入っていって、バーバリアンキングを狙っていくという形が出来上がってますね。で、こういう風にね、まあ、真ん中、まあ、1個のこの配置を、まあ、四角かな、を潰すと、割とこの中心部のね、こういうところまで潰せるんですよ。まあ、アチャクイとかがね、もう中に入っている前提で言うと。そうすると、僕が通るルートって結構こうね、限定されるので、ちょっとまあ、こういう形失礼かもしれませんが、チャンドラーさん、少しね、レイジが今回甘いと思うんですよね。で、甘いんですけど、それでもね、これだけのユニットをしっかり残して、
で、ヒールイングもねもう一個、残って、まあ、最後ここ使うんですけどもうなくてもいいぐらいですよね。これだけしっかりホグが回せる、これはもうはっきり言ってその、まあ、細かいヒーリングをね絶妙なポイントに使うとかいう、まあ、プレイヤースキルじゃなくてもう完全にこれはプランニングの勝利ですよね。で、まあ、こういう陣ってやっぱね、まあ、ある種奇策なんですよ。奇策系の陣だからこそうまくプランを練りさえすれば、破壊は非常に容易だなというふうに、まあ、これ見て私は思っていて、でその答えっていうのがやっぱりね、今言ったように、ホグライダーですね。ホグを回すためのルート作り、壊すべき要所施設っていうのは優先順位高い順に防衛援軍、ヒーロー、そしてイーグル砲です。これをねなるべく壊していきながらくの字をしっかり作る。でそのくの字を作るためのヒーロー部隊の突入には、ライドラを使ってサイドカットをするという形ですね。もうこれがねやっぱりこの陣には絶対刺さり、まあ、刺さるのでぜひねちょっと今噛んじゃったやってもらいたいというふうに思います。でまあちょっと参考にねこれ私もね実は1回目こんなような陣に攻めたんですよ。まあ、タウンホール10同士の、まあ、戦い、まあ、11しかないし、相手の施設レベル、まあ、施設レベルはね、なんですけども、これをね、まあ、クイヒーからの空攻めをしたんですけど、ちょっとこれね、参考に見てみてください。まあ、ここからね、バルキリーを流し込んで、まあ、サイドカットをやりつつ、まあ、11時方面はね、ベビドラでカットして、まあ、こんな形ですね。アチャクイが、なんだ、クイヒーか。クイヒーがね、それないように、しっかりサイドカットをしてから中に入っていくということですね。でここからウィザードと出してもう、ね、入念なサイドカットをしても絶対それない形を作ってからアシャクイ登場ですね。で、まあ、ここはライドラがねタウンホール10使えないんで、まあ、しょうがないと思っていただければと思うんですけども、アシャクイをクイヒーの形で、まあ、きっちりこう中に入れることができればこうね、相手のヒーローだったりとか防衛援軍、まあ、当然ねここは早上げの11人なのかな、なんでイーグル砲がないんでね、まあ、こんな形で綺麗なくの字が出来上がりますよね。で、何が言いたいかというとこれ空で回したらどうなるかっていう話なんですよ。ちょっとね、まあ、見ていってもらいたいんですけど私これ星1で終わっちゃうんですけどね、何が原因かを見てもらいたい。で、くの字が出来上がってますよね。ちょっとここ、まあ、私迷ってね、ないし、どっからどう行こうかなと、少し実はなんか忘れちゃいましたけど、願った形とは違ったんですよね。で、まあ、こんな風にね、そこからラババルをぐるっと回していきます。まあ、ラババル回し自体はね、まあ、そんなに大きくミスっては、まあ、ないかなと思うんですけどね。ちょっと今これミスってね、バルーンが大量にそのウィズ島にやられちゃってますけど、まあまあどうでしょうね、まあ、バルーンの数っていうのはまあそれなりに、まあでもクイヒー使ったから割と少ないのかな。でまあこんな風にね回していくんですが、まあね結局なんていうんだろう、まあ、時間切れでこれ終わっちゃうんですよね。時間切れになった要素っていうのはまあバルーンでね最後まで防衛施設を壊しきれなかったわけですよ。思うようにいかなかったんですね、やっぱり。でなんでこんなっちゃうかなっていうと、この配置ね、対空砲がまあこういうところによくあるわけじゃないですか、こういうところに。そうすると、この中のね、施設、こういうところをね、こう壊してる間に、ラバがね、焼かれちゃうんですよね、こういうところの対空砲に。で、距離が空いちゃう。なので、ラバ割るをするにはね、まあ、こういう風な対空砲と防衛軍の、防衛施設か、の距離が空いてる場合は結構やりにくくって、結局こうね、まあ、時間さえあれば食い火が生きてるんで、まあ、全開取れたんでしょうけど、バルーンがやられちゃったりするとどうしてもね防衛施設の破壊だったりがまだ十分じゃないので時間が足りず時間切れということになりますね。まあ、なのでこの、ね、配信の場合には私多分ソラ、まあ、ラババルでやるよりも、まあ、ホグの方がいいと思いますね。ホグでしっかりね、L 字を作ってあげてから、まあ、ヒーロー部隊で、ね、作ってからホグを回すというのがやっぱりね、まあ、この配置を確実に全開取る、最良の方法だと、思っておりますので、ぜひね見つけた場合には、まあ、今回の攻めを参考に動画参考にねバシバシと全開取ってもらえたらというふうに思います。はい、というところで、本日は失礼いたしますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もどうぞご視聴よろしくお願いいたします。では、本日は失礼します。バイバイ。